ネブラスカシティはアメリカ合衆国ネブラスカ州、おとうの都市で同軍の軍長所在地。2010年の国勢調査によると人口は7289人。州議会は同市が州で最初に法人主化した都市であるとみなしており、1855年に準州議会の特別法によって認められたとしている。ネブラスカシティでは植樹祭、 ルイス・クラーク探検隊センターなどが有名である。1804年、ルイス・クラーク探検隊がミズーリ川を精神し、西洋人として記録上初めてこの地を訪れた。そして、この地に1000年以上前から生活しているネイティブアメリカンと遭遇した。1846年、アメリカ陸軍が旧ーカーニー駐屯地をこの地に建設。しかし、数年後には、 ネブラスカ州のより中心にあたる、現在のカーニー周辺に移転した。移転からさらに数年後、ジョン・ボールウェアがアイオア州と現在のネブラスカシティを結ぶ、私船の運航を開始。彼とその父はこの事業をさらに拡大し、1852年から53年にかけてこの船のための船付き場券住居を建設。これがこの町で初めての住宅となった。 1854年、カンザス・ネブラスカ法が制定され、法的にもこの土地への居住が認められた。ステファン・ニコルズを含む3つの軍区が形成され、そのうちの1つが、ネブラスカシティの母体となった。1855年には、ネブラスカシティとカーニーシティが法人化、その翌年にはサウス・ネブラスカシティも法人化をした。この時期、ネブラスカシティは、 ネブラスカ巡州の州都となるべく他の町と争った。1857年12月31日、これらの3市とプレーリー式を合わせた4市が合併。現在のネブラスカ式となった。南北戦争以前、ネブラスカ式には巡州内で最も多くの奴隷が居住していた。その多くは川沿いで肉体労働をし、蒸気船交通に伴うに裁きに従事していた。 J. スターリング・モートン・ネブラスカシティは、ミズーリ川の蒸気船交通によって19世紀半ばまで発展した。ネブラスカシティは、港町として、より西へと進む人々が休息をするために、商人や人々、貨物が集積した。1858年の春には、ラッセル・メジャーズ・アデルが政府と契約をし、ネブラスカシティから西にあるすべての軍事拠点への、 貨物輸送を受け負った。彼らは水ズ川を蒸気船で遡上し、ネブラスカシティでニュー馬車に積み替えて西部へと輸送した。これによって、この町はこの地域の交通、経済、農業の中心地となった。加えて、ミッドランドパシフィック鉄道にとって最初の路線がこの町から建設された。1855年、J. スターリング・モートンがこの町に住み始めた。 彼はミシガン出身で、その妻キャロラインと共に自然保護活動をしていた。また、彼は1872年にこの地で米国初の植樹祭を開催し、その後、第二次グローバー・クリーブランド政権で農務長官を務めた。1874年3月31日には、順州知事ロバート・ファーナスが最初の植樹祭宣言をし、この日は、 世界中で祝われている。ネブラスカシティの座標は、北緯40度40分34秒、整形95度51分35秒、北緯40.67611度、整形95.85972度、40.67611-95.85972であるミズーリ川の西岸に位置する。アメリカ合衆国国政調査局によると、 市の総面積は4.69平方マイルで、水面積はない。ネブラスカシティでは、メイヤーコミッション制が採用されている。ネブラスカ州では、その他のすべての州で、シティマネージャー制が取られており、市長政治が行われている州唯一の市である。ネブラスカシティにおけるコミッショナーは、必ずしも、特定の地区における全体的な代表者ではない。市民代表は、 自然体で選出されていて、それぞれに特定の役割を持っている。例えば、公務、安全担当、財務担当、公園、レジャー担当、公共事業担当、街路担当などがいる。衆議会選挙では1区と2区に分けられており、ダンウォーターミアーとミルキントナーが選出されている。ネブラスカシティは、植樹剤のメッカとして知られている。 アーバロジ州立歴史公園及び樹木園には、米国で植樹祭を始めたジェイスターリング・モートンの辞典が保存されている。また、全米植樹祭基金の本部が位置する。1864年にネブラスカシティで初めて高等学校が設置された。ネブラスカシティには、公立学校とカトリックの私立学校が一つずつ設置されている。ネブラスカシティ公立学校が、 K1 に教育を担当している。2019US g ギャザティア Files United States Census Bureau 2020年7月26日、閲覧。US Board on Geographic Names United States j o b a l o j a c a l Survey 2008年1月31日、閲覧。Find A County National Association of Counties 2011年6月7日、閲覧。 2010シティポピュレーションハウジングアキアパンシー、ステータス、US センサスビューロー、2012年9月11日、閲覧、ネブラスカシティ、シティカウンシル、2012年9月11日、閲覧、ブレティン、イシューズにネブラスカステートレジスレイチャー、P7、ネブラスカシティ、オトエカウンティ、ユニバーシティオブネブラスカ、 センター・フォー・アドバンストラント・マネージメント・インフォメーション・テクノロジーズ、2014年8月21日閲覧。US ・ギャザティア・ファイルズ、2010、2000、&1990。ユナイテッド・ステーツ・センサス・ビューロー、2011年4月23日、閲覧。US ・ギャザティア・ファイルズ、2010。ユナイテッド・ステーツ・センサス・ビューロー、2012年7月2日。 辞典のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月24日閲覧。ボエ、アラン、ザ、コンプリートロードサイドガイドツーネブラスカ、ユニバーシティーオブネブラスカプレス、ピアニッシモ、8、https コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス、id="1on6="coreanxic&", イコール lpg="pp1&", コール ピコグラムイコール PA8V イコールオネッパゲ &Q&F イコールフォルスハットネブラスカシティパブリックスクールズウェブサイトアーカイブド2011年9月20日アットザウェイバックマシンサブピッチスズラブリリーブド2011年12月24日ありがとうございます